コーデのポイントは、まあ、ネイビーのこのワンピースに合わせて差し色で白いパンツを合わせてみました。で両方ともロールアップして少し軽やかさを出しています。でアクセサリーとかバッグとか靴とかを天然素材で合わせたので、統一感が出ているのかなと思います。このピアスとネックレスも手作りです。夏のコーデです。袖付けがないので楽ちんに作れるリネンのワンピースです。カシュクールタイプなので、紐を留める位置で調節が効きますので楽に着こなしていただけると思います。中に合わせているインナーとレギンスは少し暗めのトーンのものを合わせて、引き締めています。でピアスは友達の真鍮作家さんが作られたもので手作りです。合わせているバッグは実は、インテリアに使っている収納に使っているカゴバッグ、カゴをバッグに使っています。秋のコーディネートです。先ほど夏に着た袖なしのカシュクールのワンピースに袖をつけて長袖にアレンジしてみました。前をあえて開けてコート風に着ています。中に合わせているのは A ラインのワンピースです。で V ネックにしているので首元がすっきりと見えます。小物は、マットな黒の革のもので合わせて統一感を出しています。ピアス と、ブレスレットは木の素材を使っているので、こちらも統一感が出ているかなと思います。パンツは膝から下をストレートのラインにアレンジしていまして、少しワイドめなシルエットに仕上げています。こちらが冬のコーディネートになります。コートはこちらはウールリネンを使って、ふっくら暖かく仕上げました。ダブルボタンになっているので、この開けた時も少しなんだろうドレープが出て綺麗に見えます。中に合わせているのはボートネックカットソーで、こちらも手作りです。パンツの方はリラックスパンツのテーパードのアレンジになります。でこちらは目の詰まったタイプライタークロスで仕上げたので少し綺麗めな感じに仕上がっています。合わせているストールはこちらもウールリネンを使った手作りなんですが、まあ、真っ白を合わせることで冬の差し色として楽しんでいただけると思います。つけているピアスはこちらも真鍮作家さんのお友達の手作りです。と夏に来た、もう一回言っております、すいません。おすったん、いつもさ私喋るとき喋るよね。